どうもです、ずくまゆよ。12月23日今日の六曜は全勝、急ぐが勝ち、午前は吉で午後が今日、時間は木の上、樹木を示す陽の木、木の面がまだ土から顔を出さへん状態を示してる。十二支は馬、陽の日、成長が止まり実をつけ始める状態を示してる。ほんでこの樹冠と十二支からお湯五行を読むと、木消化、火が燃えて火を生むいうことで、土星、物事が順調に進むゆけや、天照とそせて景気良さそうやけども、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたねー。